して言われたらもう何も聞けない、それでも電話を期待して急いで帰ってた夕暮れ、また電話する、最近はメッセージ残るだけ、偶然受話器を通った時無言で聞いたのはあなたね、ちぎれそうな細い糸で何をつなぎ止めて起きたいの、もう愛じゃないはず、声も聞きたくないのならピリオドくらい打ってよ、声にならない寂しさを呼び出長い